アジア大会で優勝、国際試合負け知らずで韓国サッカー史上最強のチームと言われています。日本代表は先月下村新監督を迎え、メンバーを選び直して今年の10月のオリンピック予選目指してのスタートです。今日の東京は冷たく強い風が吹き、白いユニフォームの日本は風上を取って左、キックオフは赤の韓国です。韓国の中心は16番1メートル90センチ31歳のキム・チェハ。この試合がナショナルチームでの引退試合です。日本はこのキムを封じようとバックスに長身の6番記憶も7番石井をカムバックさせました。試合は立ち上がり韓国が攻め込み、予想通り韓国優勢でしたが、いつもと違うのは日本がものすごい気迫で頑張っている点です。前半21分、日本は韓国のコーナーキックからのボールを取って、左ウィングの中村が速攻です。このシーン、スイーパー落合が上がってオーバーラップ、中央に折り返して薄井がシュート。積極的な下村作戦が見事に決まって先制です。26分、今度は右ウィングの永井が持ち込み、中央でヘディング合戦、こぼれ球を中村が決めました。日本は2点とも狙い通りの攻撃を成功させ、バックスもキム・チェハンらの攻撃をよく防ぎました。後半に入って日本は2点のリードに気をよくして、たびたび韓国ゴールを脅かしましたが、韓国も堅い守りで追加点ができません。20分過ぎ頃から日本チームは疲れのためか動きが鈍くなり、ゴール前に釘付けです。2点を追う韓国は終了3分前、若手のエース王ソプドがヘディングシュートを決めて2対1と迫りました。その後も韓国の猛反撃が続きましたが、日本はメンバーを変えずに頑張りました。日本が韓国に勝ったのは4年半ぶりのことです。下村新監督は選手にやればできるという気持ちが出てきたと思う、しかしオリンピック予選で韓国に勝てるという見通しはまだ立たないと話していました。一方、韓国のファン・フンチョル監督は、日本は精神力が素晴らしかった、日本チームを甘く見たのが敗因だと話していました。ご覧のように2対1をもちまして日本代表が勝ちました。日韓定期戦の模様をご覧いただきましょう。ユニフォーム、白い方が全日本、赤い方が韓国チームです。まず試合立ち上がりから赤いユニフォームの韓国が猛攻を見せます。しかしご覧のように全日本チームよく耐えました。そして前半の21分過ぎから逆襲にかかります。左サイドから18番の中村が攻め上がって、さらに後ろからオーバーラップした2番の落合がセンタリングを見せます。これをゴール前で14番の薄井が見事なボレーシュートで決め、先制点を奪いました。本当に久々に国立競技場、2万人近い観衆が沸きました。今日は寒かったんですが、さらに全日本は26分、2点目を挙げます。永井のセンタリングでチャンスをつかみ、ゴール前の混戦から、今日大活躍の中村がゴール。2対0として全日本は、その後韓国の反撃を終了間際の1点に抑えて2対1、4年半ぶりの勝利をつかみました。渡辺コーチのインタビューをどうぞ。みんなでですね、そのゴールを守って、だからみんなで攻めていってくれたということが、今後、まあ、今から大変だと思うんですが、一つずつでも選手がその気になってやってくれたら、まだまだいいサッカーができるんじゃないかと、まあ、最後に勝つということがやっぱり一番大切なしんどいことだと思うんですね。それにまあ怠けずにですね、邁進するほかないというふうに思います。